トレーニングでとってメンタルってどれだけ重要ですか？メンタルってあるか、どういう感覚なんですかね。根性ですか？まあ根性になるんですかね。まあ根性、まあそうですね、そういう要は気持ちの強さですよね。そうですね、がどれだけ重要かっていうと、最終的には全てそこですだってトレーニングってあのいわゆる心技体、はい、まあよく心技体って言うんですよ、何でも、はい、心の面と、はい、技の面と、はい、体ですね、はい、で、まあ、例えばトレーニングでいうと技っていうのは、はい、まあ、フォームですよね、はい、あと効かせるためのテクニックとか、はい、まあ、感覚の部分は一応テクニック技に入るのかな、はい、そうだな、そんなとこかな。フォーム、まあ、でもテクニックでもいろいろありますね。フォームがちゃんとできてても、そのフォームを崩さない、後半まで崩さない、まあ、これは一応テクニックディアテクニックですよね。で体っていうのは要はトレーニングするための体ですよね、要はコンディショニング、コンディションとか、それから、ちゃんとトレーニングができる体力、ね、も必要じゃないですか、まあ、この辺には、まあ、例えば普段のケアだとか、あと食事、ちゃんとエネルギーが取れて万全の状態でトレーニングできるというのもあるし、でも元々持ってる自の体力、まあ、これもでもあのトレーニングの中でだんだん強くなってくるところですね。であと心技、技体ですね、今のは。で心の部分どうかというと、まあ、もうまさにこれってトレーニングの心っていうのは、メンタルですね、重いものを持った時の、絶対あげるぞっていう気持ち、だから痛みに絶対に負けないぞっていう気持ちでしょ、うん、あと例えば減量中に辛くなった時に、そのだるさでもうちょっと軽くしようと思う人と、絶対に重さを落とさずにやろうという人、これももうまさに気持ちじゃないですか。技とか体っていうところは、まあ多分こうなんすかね、努力とかこう試行錯誤で、ね、だん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 強くなってきたりレベル上がってくると思うんですけど、それと一緒にこの芯の部分が一緒になって向上してこないと、やっぱり最高の成果って出ないですよね。やっぱり全部が3つが円がこう交わったところで、ね、皆さんよくこういうの見ると思うんですけど、まあ、そこをやっぱりバランスよくいかないとダメなんで、やっぱり最終的にはその芯の部分が、心の部分が弱いと、やっぱり技の部分もあの体の部分も生きてこないですね。なので同じだけのテクニック持ってて、同じだけのこうコンディションに、まあ、体的な素質もそうですけど、全部含めたものを持ってるんだったら、あとはどこまで心の部分、心の部分が強いかなんですね。ここの最終的にはこの心の部分がやっぱり一番ですね。